はいーでございいます。いよいよですね動画の本数が170本を超えてまいりました私の動画をですね全部見てますなんていう方さすがにいらっしゃらないかと思いますそこでですね私がどうしても見てほしいなと思っている3本の動画をまとめてご紹介したいと思いますお付き合いよろしくお願いいたします 私はですね、あの、単なる機械いじりにとどまらない、そのオーディオと音楽の深い魅力をですね、お伝えしたいと思って、この YouTube の動画を撮っております。ぜひですね、これからあげるこの3本だけはですね、えー、見ていただければと思います。概要欄にリンクも貼っておきます。よろしくお願いします。まず1番ですね、禁断の4畳半に24歳がやってきたという動画でございます。 これはですね、音楽好きの息子の友人に登場してもらって、うちのオーディオを聴いてもらって、オーディオっていうのはまあこんな趣味なんだよっていうのをですね、分かってもらおうっていう動画でございます。音楽好きなですね、マニア予備軍に向けて、オーディオっていうのはまあびっくりするほどいい音がするんだ。そしてですね、こう音楽と密接な関係があるんだっていうですね、それをお伝えしたくて一生懸命撮った動画でございます。この動画を見て一人でもですね、マニアになりたいなと思う方が出ると、 私はもうすごく嬉しいのであります少々お金はかかりますがオーディオを本格的にやるとびっくりするといい音が出ますよっていうまあ動画なわけでございますそして2番ですねスペックとオーディオの話オーディオはですね性能のいい電気製品を選ぶのとは少し違うなと私は思っているわけです趣味の世界です自分の趣味が出来上がってそれを自覚するところから始まるわけです音も聞きもしないで頭で分かった気になる これがですね、私一番つまらないと思います。そんなことより自分の趣味ができるまで自分の好きな楽曲をですね、いろんなところでいい音で聴いて体験しましょう。というですね、強い思いをお伝えしている動画なんであります。そして3番目。生よりいい音で聴きたい。なんでオーディオに凝ってるわけオーディオなんかに凝るんだったらコンサート行けばいいじゃん。っていうふうにですね、若い頃、えー、冷たく言い放った私の同級生。 あなたは今でも音楽が好きですか私は若い頃以上にですね、好きな音楽をいい音で聴く。この幸せを味わっています。しかも素晴らしくいい音で、生よりいい音で。これはまさにですね、反論覚悟の動画なんであります。私は楽器の演奏はやりません。今やもうもっぱら聴くこと専門です。でも音楽への思いは強いのであります。以上3本、私のお伝えしたいことが凝縮された3本の動画でございます。 機械いじりの先のオーディオと音楽の深い趣味。この素晴らしき趣味をご一緒に死ぬまで楽しんで参りましょう。どうしよう私はいつでも大募集しております。今日もいい音楽をいい音で。マッシーでした。